ホリエモンの倒し方と仲直りの仕方を教えてください。堀江さんでも多分90キロぐらいあると思うんで、僕多分戦ったら鼻の骨とか折られると思うんですよね。青汁王子がそのブレイキングダウンっていうので試合をしたんですけど、もうその試合終わった後鼻血で顔真っ赤なんですよ。タレントとか芸能人がなんか格闘技やりますよっていう場合とかってテレビで見てもらえば分かると思うんですけど、必ずアマチュア用のヘッドギアつけるんですよ。あれつけてない状態でやってて、青汁王子も話ダラダラで顔真っ赤になってて、で、その後なんかね、眼底骨折してたらしいんですよね。この目の周りの骨って薄くて弱いので、殴ると折れちゃうんですよ。なので、動画見てないですけど、なんかボコボコになってるサムネイル見て、超怖えと思って。なので、やっぱその何十キロもある人が体重をかけて殴ったら、やっぱ人間の骨なんて簡単に折れるんで、同じくらいの体重の人とやるのは、それはスポーツとして成立すると思うんですよ。そのボクシングっていうのがなんで階級が十何個もあるかっていうと、やっぱりね、2キロ3キロ変わるだけで圧倒的に強さって変わるんですよ。なので3階級制覇とかってマジですごいんですよ。まあ、同じぐらいの体重の人だったら、まあ、誰か勝つよね、なんですけど、もともとそんなに体重が自分のベストじゃないところで、体重を増やして勝とうと思って、次勝ちました。これ2階級制覇。で、それよりさらに増やしました。3階級制覇なんですけど、5階級制覇が最高かな。具志堅さんとかは5階級制覇やったんだっけ。なので、基本的にはその階級を超えて勝つってめちゃめちゃ難しくて、で、それをさらに何個も勝つって超難しいんですよ。で、20キロぐらいの差でも階級何個も超えるんですけど、その僕と堀江さん30キロ以上差があるので、普通にスポーツとして成立しないと思います。で、まあ、僕が負けたら仲直りできる可能性はあるんですけど、僕が勝ったら余計遠のくと思うんですよね。